にちはお肉です。ということで皆さんちょっと大速報すぎてちょっとこの角度で撮るのをちょっとお許しくださいということで、なんと20があれにノミネートされました。やばいです。ということでですね、ちょっと皆さん早速ですけどいいですか。ちょっと今回ね、20がなんと輝く日本レコード大賞の優秀作品賞になんと20のクラップクラップがノミネートされました。もうやばい。ちょっと待って、めちゃめちゃテンション上がってるんですけど、今回ねちょっと20が入ったということで、もう楽しみでしかなさすぎてどうしようという感じなんですけど、やっぱ20が大賞なんて受賞してくれたらさ、もう嬉しいじゃん。でももうここまで選ばれてるだけで相当すごいことなので、もうおめでとう20。ちょっと年末はね20と一緒に過ごせるんではなかろうかなということで、きっとねレコ大、まあこれ出るってことは出ると思いますので、やばいね、めっちゃ楽しみになっちゃった。もうでこちらは TBS さんの方で12月30日夜5時半から10時まで4時間半生放送ということで、楽しみにしましょう。ちょっとね短いんですけど、ちょっと本当に素晴らしいことなので、ちょっと今回楽しみにしたいと思います。ということでレコード大賞にノミネートされた皆さんの感想もコメントに書いてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。